ので誰か酸素をください。よずかです。ありません。みのです。ちょうだい。私今日は落ち着いた気持ちで行こうと思ってちゃんと答えようと言ってたんだけど、酸素くれって言われると思わなかったよね。ありません。いやなんだろうね、うん、頭痛い日、あ、うん、偏頭痛持ちではないんですけど、うん、あ、違うの、私持ってるよ偏頭痛。あ、本当、うん、あ、だから、うん、ちょっとなんか頭痛いって言うと、あ、うん、なんか薬あるよって言って出してくれたことあるもんね、うんうんうん、今痛いんです、うんうん、持ってないあるかな、今日は持ってないかな。帰りにね、はい、薬買おうかなと思います。はい、よずかの半楽王に乗せて開店しましたウェブ喫茶よずりの期間限定ランティス店、はい、8月22日に開催した、うん、ウェブ喫茶よずりのトーク8割歌3割ボリューム3の無観客配信ライブ、はい、見てくれた皆様どうもありがとうございました。私たちどうでしたでしょうか、はい、大丈夫でしたでしょうか、うん、あんなことやこんなこと、こんなこと感想のメールは大人の事情で、はい、次回紹介しますので、はい、お差しください。それではこれからしばらくの間一緒にのんびりしましょう。よずか3年6ヶ月ぶりのオリジナルアルバム8メートル自由形、ジャケットも音楽も自由に遊んだ1枚ができました。たくさん聴いてください。肩温まってます。9月23日発売。ラッティスウェブ喫茶よずりの、はい、ウェブ喫茶よずりの期間限定ランティス戦では皆さんからいただいたメールなどがメニュー形式になっていて、そこから選ぶシステムになっています。はい、今日のメニューざっとご紹介したいと思います、はい、まずメールメニュー、はい、名言、うん、納得度星4つ、はい、まとめておうち度星5つ、ほう、出てみたい、うん、テレビ度星4つ、うん、夏酒、うん、グルメ度星5つ、はい、とグッズメニューが、うん、リノがキャプテン、何やろ、ゲーム度星4つ、うん、T と E とでグルメで星4つ、うん、というメニューになっております。よし、何その運動今日はねちょっと右手を斜めに動かしてじゃんけんの準備してるからその昭和のダンスみたいな昭和のダンスなんだっけこれなんかこうなんだろう、あんなハンダコンであんな足パカパカやってた人に言われたなユッティみたいな動きでパカパカこれいいね、あ、よしよしやりますか毎回のそのじゃんけんに対する情熱がいまいちよく理解できないんですけど、いきましょう。最初はグーじゃんけんほい、はい、これしょんって絶対負けたよずっと負けてんの知ってる4回ずっと負けてんのこんだけ肩振ったりとか準備してんのに私ずっと負けてんの負けてるよね負けてるちょっとじゃんけん練習してこよう右手と左手ではい、はい、じゃあですねメールメニュー、うん、夏酒グルメで欲しい5つ、もうお酒飲めないんですけど、ね、どんなメールなんでしょうか。はい、ラジオネームカッキーさんよりいただきました、はい、ありがとうございます。リノさん、よずかさん、はい、こんにちは。私は日本酒が大好きなのですが、最近では夏に売ること目標に作っている夏酒が増えてきました、うん、はいはいはい、私の勝手な印象ですが、うん、冷やして飲んだ時に甘さが控えめですっきりで、うん、爽快に感じるように仕上がっているお酒が多い印象です。なのでそれだけを飲んでも涼しい感じを味わえるのですが、うんうん、さっぱりしていたり、うん、酸味のある食事と合わせるととてもすっきりする味わいで、もっともっと涼しさを感じられるかなと思っています、うんうんうん、お二人には夏といえばこれという飲み物はありますか、日本酒に限らずビアホールでビールでもいいですし、うん、夏祭りでラムネもいいなと思いますね。なるほどね。夏、私ね日本酒が飲めなくて、うんうん、たまたまこの前日本酒をいただいたんですよ、あのなんかお祝いのお返し で、うん、でそれに、ね、夏って書いてた。あ、でちょうどあの知り合いの人にもらってもらえますかっていう話をしてたのね、うんうんうん、夏ね、夏の酒、日本酒って夏用とかあるんだね。あるみたいですよ、ね、へえ、何やろう。あ、私お酒は全然飲めるんですけど、うん、ビールを飲まないのね、うんうん、でも夏だけビールをちょっとね、ちょっとだけ欲しい、シュワッとしたい
そうシュワッとしたいの分かります。私お酒飲めないんですけど、炭酸水をちょっと飲みたい気分だからね。なんかあのフルーツ、冷凍になってるフルーツなんですけど、ベリー系ね、あのあなたの嫌いな、ベリー系の、あの冷凍のフルーツを買ってきて、グラスにカランカロンカロンって入れて、それで炭酸水を入れて飲むっていうのが、何おしゃれなこと言うてんねんこっちはビールや言うてんねんハイボールって、ハイボールってあれでしょ、ウイスキーでしょ。ハイボールってそうなの、なんか割るのかな。そう、ウイスキーと炭酸水ですよね、うん、あそう、ウイスキーと日本酒がダメなの。 あ、うん、あれなんでなんだろう。ワインはねずっと飲めちゃう白とか赤とか関係なく、白も赤も大丈夫。うん、なんかあのそうだな、やっぱお酒って、あのたしなもうと思ったら、なんかそのそれに合う料理とか、そのマリアージュがねやるのが楽しいのかな、お酒美味しい、お料理美味しいっていう、うちのほらスタッフののりこさんがさ、すっごいそういうの詳しいじゃん。あー詳しいし、よく飲むね。なんかすごいさ、お通しとかでさ、こうよく飲むねじゃん、ちゃんとしかもちゃんととか言ってここなんかさ、お通しとか出てくると、次のメニュー見ない、これ似合うのはってこう、私はもうずっとリアル若子酒って思ってるのね若子酒わかるかなあの分かんないけど、あのあるのね、作品で漫画かな、漫画でこうドラマとかになってんだけど、その漫画を見た時にのりこ酒じゃんこれって思ったのね鮭とかが出てきたら、鮭にはやっぱりこのなんとかの日本酒だわとかって一人で飲みに行くの、ね、そう、のりこ知識がすごいじゃない、雑学っていうか、なんかいろんなことよく知ってて、その話にもついてこれるんだっていうところまで、のりこってうちのスタッフなんですけどね、うちの事務所のスタッフさん、何でも知ってて、だからなんか何でも聞けば、あそれはなんとかじゃないですかねとかって回答がすぐ返ってくる、のりこあってのよずりのですから本当に本当いろいろ教えてくれる、いろいろ忘れてること、そろそろですよってラインが来るんですよ教えてくれる、そうそうそう、ありがたい存在、はい、拝んでおきましょう、拝んでおきましょうなんちゃい、はい、じゃあ次行きましょうか、はい、じゃあリナですかね、じゃあメールメニューで、名言、納得度星4つ、はいはい、はい、ラジオネーム高ピさんからいただきました、ありがとうございます。よつかさん、リナさん、よずりのはよずりのは、あ、新しい挨拶、ありがとうございます。お二人は誰かの言葉で感動したものはありますか？言われたものでもそうでもないものでも。自分が感動したのはチャップリンが、取材などであなたの最高傑作はと聞かれた時にネクストワン、毎回ネクストワンと答えてたというエピソードに感動しました。ちなみにこれ続説らしいです。あ、確かではないってこと。でも私もあのすごく尊敬する作詞家の先生が、私はいつだって私の代表作は未来にあると思ってるって言ってる。それすごいかっこいいと思って、いつだって探してる自分の代表作を次こそ私の代表作になるんじゃないかと思って、どこと思ってるどうしよう、今週は落ち着いて落ち着いてないね。ラジオで右手上げて左手上げると思わなかったかなり掴んだよねどこ欲しいんだよね代表なんかさ、過去の作品ももちろん大、ね、大事だけどさ、いつだってね、進化したいじゃん。わかりますよ、ね、なんかある？いや私ね、響くその言葉、なんか SNS とか見てても、あ確かにって思う瞬間がすっごいある、けどすぐ忘れるすっごい想像通り、ストックできない。そうだよね、その時はさ話してたそうじゃん、そうすっごい覚えてんの、もうすっごい感銘を受けたって、私も絶対そうするってすっごいとか絶対とか言ってるけど、一個も説得力ないからねなぜなら忘れてるからねもうやばい。私割とそうだね、私なんかコラムとかで心に残った言葉とかのずっと書いてたりしたから、すぐ影響されちゃうのね。あ、そうか、影響はされるっていうか、されたくって、なんかそのそう挑戦してみたりとかね、なんか心に留めておこうって思ってるうちにだいぶそう腐っちゃうっていうか留めた言葉がぬか漬けみたいになんかもう染みすぎちゃってる感じぬか漬けを出してくるな最近ぬか漬けいっぱいやってんだから
かなり渋いね、もうそこの底に沈んだ言葉とか古く使っちゃったんだね、うん、いやでもなんかね、最近パッと思いつくその言葉は、なんか人ってなんか不幸なことには気づきやすいけど幸せなことには気づきにくいっていうのをなんかどっかで見たんですよ。でも本当その通りだなと思って、だからその日常にねある、もう本当にその毎日ここにいてこうしていられることだけがだけでも幸せなんだってことを、もう瞬間瞬間の幸せを感じて生きていこうってすごい思ってる。うちのお母さんよく言ってたな、幸せのコップは小さい方がいいのよって。へえ。だからすぐに溢れるのも大事にしなさいって。ああ、うん。私エクレアっていう前回のアルバムの曲で書いたんだけど、母さんよく幸せについて言うね。あ、そっか。母さんありがとう娘は東京で頑張ってるいや、うん、なんか幸せはなんかこう気づきにくいっていうか、うんうん、その当たり前って思っちゃってること自体がもうそもそも幸せなことなんだよってことを、そう、ね、そうすごいね、念頭に置いて日々生活していこうと。忘れないで忘れないでよ、塚さん大丈夫、私が思い出させてあげる。今日この瞬間を忘れないで生きていこうと思いますはいじゃあ次は、はい、私か、うん、じゃあ靴メニューで、うん、リノがキャプテン、ゲームで星4つ、なんやろ、なんでしょう、うん、はい、キャプテンリノ何カードを積み上げるゲーム、はあ、過去トランプでタワーを作ったりする感覚、はあ、本来は2人で交互に積み上げるゲームですが、うん、アクリル板があるのでどちらか代表が収録しながら積み上げ続けてください、うん、あ、なるほど、どういうことなの、カードがね、いっぱいあるんですよ、積み上げるゲーム、これ何、折れるんですけど、このカード、壁です、壁こう、完成図がいいえ、完成図は家を作るんですか、ん、違うな、これはそう、私ね、これ見たことあるの、実は、あ、お前や、こう折りますよ、こういうこと、家を建てていくってこと、そして2階の仕切りを作っていくってこと、カードには、うん、なんかお部屋の外壁とかの絵が描いてあって、で、うん、なんか2種類あんのよ、これはなんか引っ曲がるやつと折り曲がらないカードと、折り曲がらないカードにはプラス1とかなんか書いてあって、説明書はないのかなあったあった あったあるあるある、遊び方、はい、一人ずつ時計回りで順番が回ってきます、最も近日に良いことをした人から、おや始めます、もしそれで決められないなら一番年下の人から始めましょう、お、まずは手札の屋根カードから1枚を選んでおくことに挑戦します、手札がある、でもその前に1枚か2枚の壁カードを立てて階層を築かなければなりません、土台に置かれている線を見てください、この線は手札の屋根カードにもあるはずです、置く場所がこっちのカードに書いてあるってことか、え、キャプテンリノはね、誰だなんだろう、誰だタンクトップの青いやつを着ています紫のマントをしている、うん、これも黙々とやっちゃうんだけど大丈夫、ラジオ喋ってください、これは家をどんどん積み上げて建てていって、その崩しちゃった人が負けっていう、うん、そういうやつか、うん、なるほどね、でこれに登っていくのがキャプテンリノなの、うん、このリノはいつ出てくるのかな、出てこないのね、キャプテンリノキャプテンリノここにいるよ目の前に一生懸命組み立てております、これどこまで行くんだろう、これじゃあ写真に後で撮りましょうか、うん、ねえ、てってれー、じゃあキャプテンリノを乗せますすごー、これでも、あっという間にジェンガとかよりも高い高さになっていきますね、
これはすごいな。まあだからゲームでやったら面白いんだろうね。親戚とか集まった時、うん、とかいいね、うん、お正月とかみんなでこたつに入って、もっとやりたいけど季節感のない話夏やっちゅうのにへえ、キャプテンリーノ面白い。すごい。うわー崩れました。終わりました。さよなり。はい、はい、それでは曲に行きたいと思います。はい、はい、それでは聴いてください。クーリエ、新曲でございます。はい、楽しみにしてました。公開でございます。はい、聴いてください。クーリエでロックじゃない。ウェブ喫茶よずりの。さて、それではまたメニューを選んでいきましょう。はい、リノさん。はい、私ですね。じゃあメールメニューで夏のテーマの方でまとめて、おうち度欲しいつつおうち大好きラジオネームよだれもちさんからいただきました。ありがとうございます。よつかさん、リノさん、こんばんは。こんばんは。お二人は DVD やブルーレイは購入したらすぐ見られますか？私はこの日に見ようと意気込まないと見られないタイプで、結果たくさんの映像作品が家に溜まっていきます。このやつは絶対に溜め込まないようにしたいと思っています。お二人は家に見ていない映像作品はあったりしますか？え、ないかも。ないかも。見るよね、うん、買ったらね、うん、あとなんだろう、やっぱこう今さ配信というかさ、うんうん、なんていうの、あれ配信でいいのかな、アマゾンプライムとかさ、うん、ああいうので見ることが増えちゃったな。うん、うんうん、そうだね、オンデマンドっていうのかな、うんうん、動画配信サービスがね、うんうん、充実しているので、うんうん、まあ確かにその、うん、あの昭和の時代とかに比べると、うんうん、そのこちら側が、うん、あのそのテレビに合わせていくっていうことよりも、うんうん、私たちにテレビを合わせてもらうっていうか、うん、見たい時に見たい番組をチョイスして見るみたいな選択肢に、リアルタイムでテレビを見ることがもうほぼなくなった。うん、確かに私もそうかな。そうかも。タイムシフトでしてみたりとか、うん、もう配信サイトに上がってるやつをつるっと見たりとか、うんうんうん、でもそのお金をね出してブルーレイとか DVD を購入したのであれば、うん、もう届いた瞬間に見たい気はしますよね、うんうん、何最近でも買ってないな、うん、DVD なんか重版出退で合ってるかな、あのドラマになったやつ、あれはね痛く感動して買っちゃったんだよね。あれは泣いて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 だったよ私よくぞ言ってくれたって思いながら、いつでも貸すよっていうか、もう見れるかもしれないけど貸して、うん、じゃあ持ってくるわ私ね、DVD とかブルーレイはやっぱりその、うんうんうん、動画配信サービスとかで見ることが多くって、うんうんうん、むしろその中で使われている曲のサントラとかを買ったりとかすることが多くて、そう、その世界観がもう全部その曲を聴くだけで、うんうん、ああこれはなんとかのシーンとかっていうのがもう自分の脳内で再生されていて、ね、すごい楽しい。サントラっていいよね、本当ね、うん、そう、すごい。一時もずっとララランドだった。あ、言ってたね、うんうん、ずっとララランド、ほんと、なんかどっぷりハマるなんかね、うん、一本があると結構いいよね。ララランド買ってたね、うん、グレイティストショーマンとか全然買ってるね私全然買ってるわ、すぐ買っちゃってたわあれ海馬が
人のことは言えない全然言えない、どんどん今思い出してきちゃった後から後からどんどん芋づる式に出てくる、ちょっとこう年代がねぐちゃぐちゃになっちゃってるね中半ショットだいぶ前だなはい、というわけでありがとうございました、はい、ありがとうございます。じゃあ次行きます、はい、出てみたい、テレビで星4つ、はい、はい、ラジオネームあと一つさんよりいただきました、はい、ありがとうございます。よずりのの2人に質問です、はい、出てみたいテレビ番組は何ですか、現在やっているものでも過去にやっていたものでも OK です、ということで、私絶対にゴチになり、ゴチ、あゴチそうか、うん、あれすごいよね、すごい、もう食べたこともないようなこととか厨房の様子とか見れても大好きなの、あれなんでそことそれを組み合わせたのみたいな、すいませんちょっとテンションが上がっちゃって、そうか、うん、私パッと、今脳裏によぎったやつでいいですか、私半沢直樹に、嘘でしょもう今期はまた面白いよね、ほんと間近であのもう暑苦しいほどの熱演を見てみたい、うん、もうソーシャルディスタンスがどこでしょうっていうあれさ、香川さんはさ原作にないわけよ、あ第2期はね、大和田も出てこないわけよちょっとまたヒートアップしちゃってますけど、だからあの人の存在によるこいることによってこう原作と動きが違うのが、うん、何役で出たいの、いや何役とか、別にもうほんとちょい役とかで全然現場を見たいわけね、そう、本当自分の本心は現場を見ることが目的で、で出るのだったらそのもう半沢直樹で、ちょい役でも全然いい、超長ゼリフだよ、いやそうすごいらしいね、プレッシャーが、その半沢さんのもうセリフが長すぎて、もうしかも彼は完璧に覚えてきてるから最後の最後に僕の一言でダメにしてしまったらどうしようっていうプレッシャーがみんなすごいらしくて、いやだから私はセリフとかなくてもうただ半沢さんにドンとぶつかる役とかそういう倍返しだって言われる怖い施されたなんて今言うよいやもう毎週日曜日もそれを見るために一日のスケジュール立てるからね、いやそこまでになんとかお風呂入りたいっていやだからそれはさ、だから半沢さんに限ってはさ、さっきのさ、配信動画配信の方ではなくてテレビに合わせて自分が動いてるってことだよね、すごいね、9時にさ、見たいんだよね、そっかそれすごいな半沢、すごい、ね、だからよほどやっぱり自分がそこにね、見たいという気持ち、熱い気持ちがたら、で一つのイベントとしてね、だからそこに合わせてもご飯も済ませる、片付けも済ませる、お風呂も入って、それこそ7年かかったんだって言いたいねえ、そう、そっかすごいな、でもドラマとかもやったことないし、まあ、ドラマとかやったことないし、現場見てみたいですね、いいともとか、情熱大陸とか、情熱大陸は器が足りなすぎる薄っぺらい自分が、いやいや情熱大陸はまた違うんだよね、私なんかミュージシャンものとか見てるんだけど、こうなんだろう、そんな風に言っていただかなくてもいいんですよっていうことまですごく言ってくれるから、もうとあるアーティストさんで彼はタンバリンを持ち出したっていうのがあったわけよサビにどうやらタンバリンを重ねるらしい、そんなつもりじゃないと思うんです私ってそれを見て以来なんかもううーんって思っちゃって、でも普通に見たらきっと、やっぱりここでキラッとさせるためにタンバリンなんだって思うんだけど、ミュージシャン側から見たら、そんなつもりじゃなかったんですってだから料理人とかはすごい面白くて見るけど、でも料理人もそうじゃないそんなつもりじゃなかったんですあげてみようと思うんですっていうところだよねそうだね、だから演出が入るからさ、すごいよね、面白くてこっちは見ちゃうんだけど、プロフェッショナルとかもブーンって言ってさ、いいともはやっぱ見に行きたい、単純に楽しみたいよね、復活しないのかね、特番とかでね、本当ね、楽しい、なんか私が子供の頃からやってたからな、いいともとか、あとよずりので食わず嫌いとかやってみたいね、あ知らない、いいね、よずさだってさ嫌いなものはないけど、好んで食べないもの多すぎんだもん
と食べても食べなくてもいいってやつがね。そう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 、多すぎるよね。私いちごとあんこだけだからな。でもなんかもう一個あんだよね。そうだ、うん、やってみても面白いかもね、うんうんうん、だからあの食べられなくはないけど、うんうん、その本当にダメなやつはさ、うん、もう知っちゃってるからさ、うんうん、でも私多分ヨズに一個だけ言ってないな。マジ、うん、言ったかな。大丈夫、でもきっと忘れてるからちょっと私の会話頑張れさあじゃあもう一個いけますかね、はい、じゃあ私かな、うん、はい、じゃあグッズメニューで、はい、ティーとイートでグルメ度星4つ、なんか言いやすいね。はい、ティーとイートでグルメ度星4つ。ティーイート、ティートって読むんだこれ。へえ、ドライフルーツが入ってるお茶だってよ。ちょっと小腹が空いた時にも良さそう。じゃんけんで負けた方がお茶入れてきて、コーヒーサーバーのとこでお湯出ると思うよじゃんけんすんのちょっと待って、どうしようかな、回してみようかな意味ないからちょっとえ2種類あるよ。1つがね、うん、ソレイユっていう種類のやつと、うんうん、もう一つがフレスカ、うん、フレスカ、うん、フレスカはね、ときめきとワクワクを詰め込んだフレッシュなティー。欲しい、ソレイは太陽の恵みをいっぱいに浴びた主役のマンゴーと多彩な果実のシンフォニー、うんうん、いいね、どちらも美味しそう。果実のシンフォニーとかいいね、いいね、極体になりそうだね、うん、はい、最初はグー、じゃんけんほい、あ、大福じゃん、勝ちたい、最初はグー、じゃんけんほい、大福じゃん、最初はグーじゃんけんほい、もう一個じゃん気持ち悪いよずりの、なぜこんなじゃんけんで盛り上がる。最初はグーじゃんけんほい、やったやったやった。じゃあどっちのお茶を。ときめきです。ときめきはフレスカかな。はいはい、じゃあお茶を入れてくると、うん、お湯を入れてくればいいのね。はい、じゃあ喋りつないどいてくる。この間私一人ですかお茶汲みに行きたかったな行ってまいる。はい、行ってらっしゃい。自由なラジオですね。もう一個残ったやつを開けますね。あ、すごいいい香りこれ。なんかね、あ、すごい、なんかこのドライフルーツみたいに全てがなっててなんやろ、美味しそう食べられると思うなこれ。あ、いいのかな、ちょっと除菌しますね。これなんかあの味が美味しかったらデザートとかプリンとか、こうミルクプリンとか作ったらちょっとパラパラっとすると美味しくて見栄えもいいだろうね。いただきます。不思議な食感です。さあ、お湯持ってきましたよ。はい、はい、ティーとイートで、ティーとイートで、じゃあ食べてもいいし、うん、お湯で溶かして、うん、お茶にしても良いし、うん、ってことだよね。わあ、なんでしょうね、なんか不思議だよね。いい香り、フルーツ、ドライフルーツかな。一杯につきこう何 cc とか、100から150、しかも5分程度蒸らした後って書いてある曲が聞けますね。そうですね、エンディングで感想言いますから、はい、そうしましょうか。フレスカを入れてみました、うん、はい、はい、じゃあ、あなたと私でフレスカを飲みましょうか。あなたと私でフレスカ飲みましょう何の歌わからない曲を作りすぎてるおかしくなってしまったよはい、じゃあ、曲いきましょうかね、はい、そうですね、私も、うん、アルバム8メートル自由形に収録する、はい、曲の中で初めて、うん、出す曲かな、うんうん、リード曲です。聴いてください。ネイティブスピーカー。バナメバナメバナメ、カレーじゃなかとね、頑張る頑張る頑張る、なんで今日はカレーランチよって言ったでしょうが、だけタイが楽しみにしとった。大体がヤンスタッフだもん、予約もせんで危険がもぼぼ、どうすんね、なんで、どうすんのかね。今日はそう仲良しメンバー
しまったね。信じられない。今日は定休日だもんな。今日定休日なんだって。やだ、待って、もう口がカレーだけん、もうどやしたっちゃ。ナンバー食うごたったたい。ナンバー何を足らんとけ。ほらおかわりもでくけん、今日は2枚ばっかりきた。シャムリカンらしと漬けもんや、どんな意味か伝わらないなんて知らなかった。がっかりするわ、がっぱりするわ、仕方ないわ。仕方ないわなんていうのかな。しょんなかねっていうの。ウェブ喫茶よずりの、いつまでもここルーリエ7枚目のオリジナルアルバムナチュラルセブン、この声を大切に作りました。楽しみにしていてくださいね。9月23日発売。ナンティスクーリエのミュージックキッチンが流れてきました。ということでウェブ喫茶よずりの本日はそろそろ閉店のお時間でございます。さあ先ほどね、はい、入れました、はい、お茶が入りましたよ、はい、いい色になってきましたね。フレスカ TE と、なんかね、あの見た目は、うん、ハーブティーのようにいろいろこうね、うんうん、入っていって、うん、フルーツでフレーバー、うんうん、香りがいいですね。飲みましょう。いただきます。あー美味しい。なんか綺麗になりそうな感じのやつだね、うん、体がこうね、うんうん、確かになんか美容に良さそうな。ただどうしましょう。具が入ってくるよね浮かんでるんですよね。そう、あのねドライフルーツたちがたくさんあるので、うんうん、あの茶こしか何かでもしくは先に食べちゃうのがいいのかなこれね。これもきっと美容にいいもんね。それ、うん、そっか、ティーイートだからね。これは残さずにいただく、うん、あのねなんて描写したらいいかっていうと、うんうん、あのお茶漬けの元がこう入ってるみたいな、うん、そんな感じなんですよ。お茶漬けに入ってるあられの大きいやつと、そうそうそう、シソ、うん、あでもね食べると甘くて美味しい、うん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 、レアチーズケーキとか合いそうだな。いいね、うん、あティーもあるの、その利き酒じゃない、なんかそのお酒に合わせてさ、うん、お料理合わせるみたいな楽しみあるって言ってたからさ、うんうんうん、私もそうお酒飲めないけど、うん、このお茶にね、うんうん、対してそういうのいいかもね、うんうん、コーヒーと紅茶でも合わせるの違うよね。違うよね、うん、いいねはい、さあそれでは、うん、じゃあお知らせいきたいと思います、はい、9月の23日、うん、よずか8枚目のオリジナルアルバム、うん、8メートル自由形が発売となります、はい、今日ねあのリード曲を聴いていただきました、うん、皆様どのような感想を持たれるのかとても楽しみですので、はい、また感想のメールなども送っていただきたいなと思います、うんうん、はい、はい、クーリエもですね同じ9月23日に7枚目のオリジナルアルバムナチュラルセブンを、リリースさせていただきます。私もですねロックじゃないというクーリエには今までにないような曲をまず聴いていただいたんですが、こちらもぜひ感想をお待ちしております、はい、楽しみに待ってます。はい、そして、9月の26日に新横浜ニューサイドビーチにて開催予定でしたよずかライブ2020 8メートル自由形で金メダル、こちらは本当に残念ながら延期となってしまいました、振り替え公演日チケットの払い戻しなど詳細は、ピーカーソウル公式ホームページ、そして、ピーカーソウルの公式ツイッターを、はい、ご覧いただいて、情報あの分かり次第すぐ、はい、あの載せるようにしますので、うん、ぜひあのチェックしていただきたいと思います、うん、よろしくお願いいたします。はい、はい、ウェブ喫茶よずりの期間限定ランティス展、はい、次回の開店は来週9月2日水曜日です、うん、開店にあたり今番組をお聞きのあなたからの新しいメニュー、はい、いわゆるメールをお待ちしております、うん、はい、何でしたっけね、先週の放送で変わりましたよね、うん、よずりのに質問何でもいいぞみたいなみたいなはい、はい、ナチュラルに答えますよずりの質問かっこ自由形だ、あそうだ、何でも答えちゃうのがよずりのです。そうですぜひ送ってください、はい、ウェブ喫茶よずりの期間限定ランティス店のメールアドレスはよずりのアットマークリストドットバンダイナムコドットco.jp、 メールはこんなんなんぼあってもいいですから送ってくださいそうですね、そしてこの番組がいいなと思った方はグッドボタンを押してくださいね。 PUSH プッシュプッシュ私にこんなことさせるようになったんだせっちゃんたくさんのメールお待ちしています。
ウェブ喫茶よずりのお相手は私よずかとりのでした。それではまた来週、バイバーイ。吐きこぼさぬようにキャッチしたい嫌な声。